ロマン邦弘です。さあ、またハンターハンターコラボのキャラクター、ネフェルピト。俺ね、このキャラクターは全く知りません。ヒソカとかメルエムは、まあ見たことはあったし、まあちょっとだけは知ってたんだけど、あとね、コメントたくさんありがとうございます。下手くそっていうコメントもまあいいんだけど、普通にアドバイスがめちゃくちゃありがたい。でね、結局、メルエムが、ラック39まで上がりました。ありがとうございます。でね、完全に勘なんだけど、メルエムの次に出てきたってことは、メルエムが、なんか重力バリア、アンチ重力バリア、カッコラックって書いてたの。だから、アンチ重力バリア系？はい、今日はこんな感じのパーティーでいきたいと思います。とりあえず、ラックとかも関係なしに、アンチ重力バリアが今ついてるキャラクターを集めてみました。はい、ということで、ごめんなさい。初見じゃございません。負けました。まあ、ダメージウォールがさ、あってさ、ブロックにこう挟まれてさ、負けたわけですよ。ダメージウォール嫌い！で、今回はミョルニールというね、フレンドさんを連れて行こうかと思います。よろしくお願いします。では、レッツゴー！いや、ダメージウォールはマジで俺嫌い。本当に。生涯、人生で一回も忘れねえぞ、このダメージウォールというものを。もうね、あれはね、マルチ出てきて、挟まった時は絶望だよね。まあ、もう、そういう時は、俺、ダメージオール連れてってるからいいけど、てかむしろダメージオールが今回、俺は多いからたまたまね。だからいいんだけど、たまたまその、なんつうの、メレームがさ、アンチ重力バリアだったじゃん。だから、もしかしたらメレームの、なんつうの、メレームが適正になって、回れるクエストなんじゃなかろうかと思って、アンチ重力バリアの構成を固めていったわけですよ。そしたら見事に騙された。マジで、Xフラッグさん。やり方がね、ずるい。だってさ、ヒソカの次から順番に来てたわけじゃん、一応。まあ、ねえ。てか、ヒソカだけか。それ、ヒソカだけか。ごめん、ヒソカだけだわ。よいしょ。まあ、完全にもうね、これは大丈夫だと思います。はい。雷も意外と強いね。意外と出てる気がする。ただまあ、最初のステージだしね、そんなに、てか、むしろ究極だし、意外と、そんな苦戦するようなステージじゃないと思うんだけど。あとこれ別に運極はいらないんだよね。ただ、ミョルニルが、がっつり適正な気がしなくもない。ブロックもあるし、壁もあるし、だから、結構、一番ミョルニルが適正なのかなっていうのはね、今、匂ってる、かなり。おぉ、ぐるぐる回る、ぐるぐる回る、ぐるぐる回る。そうだね。テンションがおかしいのはね、いつもなんだけど、今日はね、いつも以上にテンションが悪い。さっき実況して撮ってたんだけど、一応ね、撮りながらやって負けたんだけど、全部カットしてるけど、すごいね、俺、無口だったんだわ。なんかね、なんか無口だったんだよね。別に理由があるわけじゃないんだよ。特になんか嫌なことあったわけじゃないし、今日元気ないわけじゃないんだけど、なんか無口だったんだよね。てかさ、聞いて、なんかさ、足の指から血が出てて、でなんか地面触ってたら地面がペチャペチャすんなと思って、でなんかうちね、まあ引っ越したばっかっちゃばっかりなんだけど、引っ越した時から床がなんか粘着質な感じの汚れがついてて、まあ、それだと思って、こう、足でペチャクチャ触ってたわけですよ。そうしたらね、自分のね、足の血だったっていうね。そんなことある？気づいてなかったの。で、さっき廊下見てみたら、自分の足の血がついてんのよ。そのもう、痕跡のように。俺もう、絶望したよね。床がさ、血って取れないじゃん。まあ、水かなんかおしぼりで拭けばいけるかもしんないけど、血って取りにくいじゃん。だからマジで、やべえ、これ、やっちまったっていう。あ、ただそれだけなんだけどね。ただそれだけなんだけどね。ごめんなさい、ただそれだけ。でしょ、トークが今日やばいでしょ。ど下手でしょ。自分でも分かってんだよ。なんだろうね。やっぱ家から出てないとダメなのかね。そうだよね。家から出ない人っていうのはネタを回収できてないんですよ。お、てか、ミョルニルの、ああミョルニルのストライクショットも溜まってると思ってさ、見ようと思ったら、撃っちゃった。危ねえ、危ねえ、こういうのなくさなきゃな。触れた木すべてに雷同一。ああ、こういう系か。18ターンで撃てるんだ。意外と早いね。てか、もう18ターン経った？もしかして、ストライクショット短縮のあれがついてるかもしれんな。来ました。さっきね、ここまでは来れたんだよ。ここの次かなんかで、ね、ブロックと壁に挟まれて、ってやって死んだ。よーし、行くぞい。どう出る？特にね、今ね、脅威を別に感じることはね、ないですね。まあ、壁だけ、壁とブロックに挟まれて死ぬっていうことだけが今、やばそうな感じではある。まあ、もしかしたらこのステージ、簡単なステージなのかもしれませんね。で、運極もおそらくいらないんでしょ？ちょっとそれもまだ調べてないけど。運極がいらないのはね、俺的にはかなり大きいです、ポイントが。まあ、運極あんまいないし、適正的と言われる運極をまず持ってないと思うんで、そういう点でね、見るとね、かなりね、優しいですが。おー、がっつり食らうね。
めっちゃいけるじゃん。全然余裕だ。今回ね、簡単です。まず俺が初見でクリアできるステージっていうのは簡単なんですよ。そう、俺が初見でクリアできるステージっていうのは簡単なんですよ。いやー、まあさ、初見っていろいろあるじゃん。適性を連れて初見行ってやっと初見じゃない？そんなわけじゃない。みんなさ、最初どうやってクリアしてんの？初見でさ、たまたまその、まあ、アンチ重力バリアが適正とかさ、ハンダメが適正とか分かんない状態で突っ込んでクリアできるもんなの？今回ね、俺はね、運が良かったし、まあ、あれか、ネットの情報が早いか、今。そうだよな。そうだよな、ネットの情報が今早いわな。多分そういうことでしょ。まあ、ツイッターとか見れば、このギミックだよとかさ、あと公約サイトとか、生放送とかもやってるんだよね。生放送とかでも、もう使っちゃえ。まあ、そういうのもあんのかな。まあ、とりあえず、あ、これ使うのもったいないか。いや、行ったれ。どうしようかな。カンカン、あ、でも無理だな。俺がやりたいのは全部もう倒したい。全部。ただ、こいつは当てるのがマストだから、こうだな。ほい。こうして上の方まで抜ければ、いけるっしょ。カン、あー、下行っちゃった。まあ、そんなもんでしょ。人生うまくはいきません。あ、てか、あんまり、追撃はそんなに食らわねえんだな。じゃああれだな。敵にもっとボンボン当てて、行った方がよかったのかな。ストライクショットがね、強いキャラとか弱いキャラとか、あんまりまだ分かってないんですよね。まあ、ただ、号令系あれはマジ強いよね。だから、串田ちゃんさ、めちゃ強いところ思ってんだけどさ、もう時代遅れの産物なのかな。なかなかね、あんまり使ってる人いないっていうか、なんか串田海、凛、海っていう、なんか白い串田ちゃんみたいなやつ。あれはよく見んだけどさ、あれどうやってやんのよ。なんかまた難しいとこをクリアすればできる的な、そういうノリなのかな。まあ、あんま分かってないんだけどね。まあ、とりあえず今俺は、いろんな運極を作って、とりあえず運極をね、5体までやって、で、さらにいろんな運極作って、で、回れるステージ、運極で回れるステージを増やして、っていうのがね、目標です。まあ、コラボとかはね、全部一応制覇はしたいんだけど、やっぱり期間限定って言葉にさ、弱いじゃん、人間って。俺もその類のね、人間なんですよね、やっぱりね。だからやっぱ期間限定系は全部、こなしてはいきたいとは思っておる。だんだんあれだな、ブロックが厳しくなってきたな。そっか、進むにつれて、あ、でもここ最終ステージだよね。ここ最終だな。あ、ここ最終だ。へぇ、何事もなく来れちゃった。ハンダメがあれば、まず死ぬことはないな。おー、いいね、いいね。あとね、最近ね、そう、もう最近ばっかりだけど、意外と弥勒のね、電撃が、割と強いんじゃないかって。なんか、雑魚処理に一役買ってくれるというか、連なってくじゃん。だから、一体まで当てれば、まあ、近くにやっていけないけど、どんどん連鎖反応があって、しかも友情2回だから、かなりね、あ、使えるなって思った。さあ、行くぜ。まあ、ガンガン行っちゃっていいっしょ。なんかあれだね。ごめんね。面白みがなくて。やっぱ俺が負ける姿。俺が負ける姿が、好きな人がいる、意外といんのよ。あ、クーヒロまた負けてやがる。クーハハーみたいな。そういうね、リスナーさんがいいんだよ。あとね、まあ、あと頑張ってクリアして俺が喜ぶ姿を見たいって人もいるの。だから、アドバイスくれたりとか、そういういろんなキャラ、このキャラがおすすめですよとか、手伝いましょうかとかね。本当にね、いろんな方がいます。まあでも、ちょっと難しめのクエストで、俺がギリギリクリアできるっていうところをクリアし、やっとこうガッツポーズが出るじゃん。これなんかさ、もうクリアできるって分かってて、そういうステージは、あんまりね、やっぱね、自分の中ではね、燃えないね。燃ゆるものがない。ほらほらほら、号令。おわこの号令プラス、電撃がすごい好き。なんかかっこいいんだよね。あとね、メテオ系も好き。さあ、来い。どんと来いよ。もっと来いよ。もっとバンバン来いよ。これ決まったっしょ。行くぜ。ストライクシャッターゲージを外していくゲージを外していくもう俺やっぱ抜かさないね。一つはギャグ入れてんだな。あれ？これあれか。ラックいる系かもしかして。だから簡単なのか。そういうこと？これなんか、いるかな？ダメージウォールのキャラで。でもここで出ないね。そうか。これラックいるとこなんだ。まあまあまあ、しょうがない。さあ、どのぐらいのステータスなの？ちょっと見てみたいね。おー全然違うじゃん。てか、ロボットっぽいな。操り人形的な感じだな、やっぱりな。おー、ラッキー。A か。さあ、ステータスはどうだ？じゃん。これ、科学者的なやつ？研究者？そういう位置づけなのかな？リワインドブラスターっていう、これ、なんだろう。64発の往復属性だ。あー、知ってる知ってる。壁に当たると持ってくるやつだ。あれな。はい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 。オッケー。まあ、運極にはしとこうかな。てか、運極には全部した方がいいんだよね。一応コラボ系って。
あの、俺サス鬼とかさ、めっちゃ後悔してんの。意外と使える場面ってあるんだよね。いろいろ調べて適正とか。三坂美琴もさ、意外とその適正になるというか、だからな、俺、やっとけよかったなって、本当に。でね、その時のコメント欄にね、デインコラボのガチのコメント欄に、最後に回すんじゃなくて、その余裕があるように、1日ごとに回して、で、確実に集めた方がいいですよって言われたんだけど、違うんだよ。違うんだよ。俺実況で撮ってるから、まあ一つのネタとして企画としてね、まあやりたかったわけですよ。だからまあそういう風にしたっていうね、そういうことです。まあそういう風に言ってくれた方は多分普通にアドバイスだったんだけど、俺もね本当はそうし、本当は実況してなかったらそうしてました。ただ今回はまあ実況してたということで1000回回しました。うん。だからでも、まあ、いつまでもね引きずってるわけじゃないから、また来るでしょ。来年デインコラボまた来るでしょ。それにかけます。まあ、来ねえだろうな。はい、ということで次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。今日は倒せましたね。初見で。